はいどうも、実行の時志亮太です。今日は新商品の紹介をしていきたいと思います。で、今回紹介する新商品はポントシリーズになります。で、そちらの包丁がこちらになります。はい、いかがでしょうか。今回のポントシリーズはかなりおしゃれな感じじゃないかなと思います。で、早速こちらのポントシリーズについて紹介していきたいなと思うんですけど、こちらに使っているこのハンドル、八重葉シリーズにも使われている純白の銀巻絵になります。どのようなハンドルかっていうと、樹脂を使ったハンドルになるんですけど、真っ白い樹脂で作っているハンドルになります。なので、この白がめちゃくちゃ清潔感あって綺麗な見た目をしているかなと思います。で、今回のポントシリーズはこの純白の銀巻絵を使用しています。で、包丁の本体の方は V-KIN 15のダマスカス模様のタイプを使用しています。なので、こんな感じで綺麗な仕上がりの中に、積層のダマスカス模様があってかなりかっこいい見た目をしています。で、鋼材は V-KIN 15になるので、ステンレスの中では固めの鋼材で切れ味もかなりいいタイプの包丁になります。今回のこのポントシリーズは全部で7種類包丁がありまして、長い方から順番にいくと、筋引きの27、24、全切りの240、210、165で、ペティの135、パーリング 90mm という感じで計7種類があります。で、今回のポントシリーズは刃の厚み自体が 2mm になっていて、結構薄みの包丁になっています。なので切れ味も良くて、さらに軽いので、長時間使っていても疲れにくい包丁になっています。それでは一つずつ見ていただこうかなと思います。まずは最初に見ていただいたこちらの包丁になります。こちらの包丁は筋引き包丁の 270mm になります。なので長さもしっかりあるので、刺身とかがかなり引きやすくなっています。で、この筋引き包丁は肉とか野菜とか、結構何でも切れる包丁になるんですけど、特に魚とか肉が切りやすい包丁になります。で、こちらの筋引き包丁は27とこちらの 24cm の2つのサイズがあります。で、使い方の違いとしては、27の方がより肉とか魚が切りやすい形状になっていて、24の方は肉魚以外の野菜とかも切りやすい形になっています。こちらは全切りの 240mm です。はい、で、全切りって何かっていうと、全切りは実行で商標登録している商品になるんですけど、全て切るって書いて全切りなんですけど、読んで字の通り何でも用の包丁になります。で、全切りは3種類サイズがありまして、こちらの240とこちらの 210mm、 あとこちらの 165mm の3種類があります。で、 210mm と 240mm はこんな感じで、長さが違うだけの形状になっているんですけど、 210mm と 165mm は長さ以外に形状も少し変えてあります。で、これがなんでかっていうと、165mm は家庭用で使われることを想定して作っているので、より馴染みやすい形状だったり、使いやすい形状にしています。具体的にどんな感じで違うかっていうと、こっちの 165mm の方はこの刃の包丁の先端の方までちょっと幅が広めに取ってあるタイプになります。で、それに対して 210mm と 240mm の方は刃の先端に行くにつれて結構シュッと細くなっていくような形状になっています。で、こっちはどっちかというとプロの料理人さんとかに好まれる形状かなと思います。使用用途的に何が違うかというと、どっちも何でも用の包丁にはなってくるんですけど、大きい包丁の方が大きい食材が切りやすいという感じになります。なので、お家とかででっかい白菜とかでっかいキャベツとかを頻繁に切る方っていうのは、長めの 210mm とか 240mm の方がいいかなと思います。で、それに対して大きい食材はあんまり買ってこなくて、ちっちゃい食材ばっかり切るっていう時は 165mm の方が使いやすいかなと思います。それでは続いてはこちらになります。こちらはペティの 135mm になります。で、こちらのペティは果物とか、ちょっとした料理をする時とかによく使う包丁になります。で、こんな感じでサイズが小さいのでかなり取り回しがしやすくて、簡単な料理をしたい時にかなり重宝するような包丁になっています。で、最後はこちらになります。こちらはパーリングっていう包丁なんですけど、こちらの包丁どういう時に使うかっていうと、野菜の皮むきとかによく使う包丁になります。刃渡りが 90mm なんですけど、本当にちっちゃい食材とかを切る時だったら、ギリギリ使えるかなっていうサイズになってるかなと思います。ただ小さい包丁で何でも切りたいっていう時はペティナイフの方が使いやすいかなと思います。それと今回のポントシリーズなんですけど、今回のポントシリーズはこの柄の付け根と包丁のこの顎って呼ばれるところのここの長さをちょっとゆとりのある長さにしています。で、こうすることによって包丁をこんな感じで持った時に人差し指が入るので、より包丁を持ちやすくなっています。
で他にもこういう感じで包丁を持つときっていうのも、まあ、中指がここに入るので、まあ、かなりフィットしやすいような形状になっています。はい、ということで以上がポントシリーズの紹介になったんですけど、いかがだったでしょうか。でこちらの包丁の販売場所なんですけど、最初の方は実行の京都ポント町店のみの販売になります。なので実物が見たいっていう方はぜひ実行のポント町店に行っていただけるととても嬉しいです。でポント町店もかなり内装が綺麗なので、まだ見たことないよって方はぜひ一度見ていただきたいです。で、まあ、ポント町の通り自体もめっちゃ雰囲気がいいので、まあ、ぜひ京都に行くときはポント町に行っていただけるととても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。